受け。私は
Technica. やれやれ、やっと静かになったぜ。それでばあさん、あの二人はどうだい？ああ、娘夫婦は解毒薬のおかげで容体が安定したよ。うん、よかった。ラビーがいち早く気づいたおかげだな。私はミア、この子はミジュというの。ほら、ミジュ、ご挨拶するんじゃなかったの？ミジュちゃんか、いい名前だな。よろしく。怖がらせちゃダメ。いやいや、俺は何もしてねえだろう。顔が怖い、二人とも。それはしょうがねえでしょ。まあ、気遅れするかもね。この子は生まれて初めて村の外に出たのよ。じゃあさ、私と競争する？それにしても、この広場が屋台街になってるなんてね。ばあさん、前にも春休みに来たことあるのか？27年前にね。27年前って革命が起きた頃か。あ、そういや、このでかいの、これ革命の記念碑だったな。これが革命の記念碑。あなたたちみたいな若い人は詳しく知らないのも無理ないだろうね。もともとこの国は大公家に統治され、海運業で栄えていた。決して貧しい国などではなかったのよ。でもあの朝、私は北部にある港町の出身でね。珍しく空は晴れていて、夫と娘、3人で海辺を歩いていたの。すると、辺りに大きな影が落ちてきて、空を貫く巨大な白い柱。ノーザンブリア異変とか潮の食い事件と呼ばれた大災厄。娘のリンカを抱いて必死に逃げたわ。そして夫は私の目の前で変わってしまった。
家に見捨てられ、クーデターに暴動、私はただ逃げることしかできなかった。とにかく娘だけは守る、その一心で何日も南へと歩き続け、もうダメだと諦めかけたその時、各地のクーデターや暴動を収め、人々を革命へと導いた。それが革命の英雄たち、ノーザンブリア自治州はこの場所で誕生したのよ。今の私がいるのは彼ら英雄たちのおかげ。その後、その革命の英雄たちが中心となって俺たち北の両兵を設立したってわけだよな。え？俺たちのボスって革命の英雄だったっけ？おい、さすがにそれくらい子供だって知ってるぞ。さあ、ミジュ、帰る前に渡すものがあるんでしょ？私、あのね、お姉ちゃん、パパとママとバーバを助けてくれてありがとう。これほら、なんか言っとけ。二人とも無口すぎる。さーって、ぼちぼち降りるかね。弊社に戻るにはまだ早いし、晩飯前の軽い飯でも。なんか物々しくないか。ああ、奴ら急進派の連中だよな。急進派？北の両兵の内部改革を目論む一派だ。中心人物になっているのは、まさか。ハリアスクに帰ってきたんだ。マジか、おい、あれローガンだぞ。なぜここに？警察に夢中のはずじゃ。こっちに来る？
ローガンさん、俺も急進派に入れてくれ。そろそろ麦踏みの季節か。山間部の高地に育つ固有種ゆえ、通常より成長が遅いのだったな。どうしてそれを？知っているのはそれだけではない。かつて英雄と呼ばれながら、ノーザンブリアを捨てた男。ブラド・ウィンスレット。お前の祖父のことだ、ラビアン・ウィンスレット。英雄の孫。かつてこの国が存亡の危機に瀕した際、革命の英雄たちによって救われた。しかし、その後は何を成した？我々に何を残したというのだ？未だこの国は厳しい自然にさらされ貧困にあえいでいる。そのわずかな暮らしでさえ、いつ他国の兵に踏み荒らされてもおかしくはない。時代は常に移り変わり、とどまることなどできないのだ。ノーザンブリアの英雄は死んだ。この国には新たな革命が必要だ。共和国が帝国に敗れた。クロスベル自治州が帝国に併合されたのだ。何？たった一機の機構兵。たった一人の帝国の英雄によって。今こそ立ち上がるべき時だ。俺が再び革命を起こす。ローガン！ローガンさんしかいない！ローガン！ロ
えらいことになっちまったぜ。おお。これが英雄。
我が前例の奥義せっ今日である。ご紹介に預かりましたルーファス・アルバレアです。この度縁あってクロスベルの行政を担うという大役を任されることと相なりました。ご存知のように帝国には身分制度があります。私はそれを肯定する立場ですが、いずれ身分制度はなくなるでしょう。帝国に住む全ての人々が勇気と誇りを、品格と礼節を備えることができるのならば、その意味で私も皆さんと同じ一人の人間でしかありません。初代総督という立場ではなく、ルーファス・アルバレア個人として栄誉ある宣言をさせていただきます。クロスベルのエレボニア帝国への併合を宣言します。空の女神も昇乱あれ。英国とクロスベルの地に永遠の栄光と繁栄を。深い付き合いだったけど元気でな。転任先はハリアスクの新兵教習隊だって。その年で教官かよ。
俺もフェノメノン隊に入ったらもっと活躍できんのにな。またぼやくなって。そろそろ出発だぜ。あんたたちだけが頼りだぜ。しっかり守っておくれよ。パパとママとバーバを助けてくれてありがとう。クロスベル自治州が帝国に併合されたのだ。かつて英雄と呼ばれながらノーザンブリアを捨てた男、ブラド・ウィンスレット。お前の祖父のことだ、ラビア・ウィンスレット。英雄の孫。よく狙って撃つ。
さすが憧れの先輩ですね、ラビー教官。タリオン、数ヶ月前まであの子たちと一緒に訓練していたのでしょ。そして誰よりも早く本隊所属となった。彼らはもっとあなたに教えてもらいたいのでは。向いてないよ、人に教えるなんて。でもみんなに囲まれ大人気だったじゃないですか。ちょっと射撃してみせただけ。最後の一発ミスったし。あれ惜しかったよね。あとちょっとでパーフェクトだったのに。イセリア、やー、噂のラフィちゃんだ。本物だよ。ちょっとなんでここに。君はハリアスク駐留部隊でしょ。また任務から抜け出してきたんですか。人聞き悪いわね。ちゃんと荷物運んできたんだから。リアちゃんのお仕事は完了です。武器や弾薬をあんなに。どうも最近きな臭いですね。でね、ラビーちゃんが訓練キャンプにいるってあの二人から聞いたからさ。あ、イバーノとタック。そうそう、あのぼやきコンビで、あの極光のフェノメノに目をつけられたんですって。ローガンのこと話しかけられたけど。マジで？じゃあさ、命令無視して単独で魔獣に突っ込んだっていうのは。うん、確かに。ネベリの街中での大立ち回りとかもラビーちゃんがきっかけだって噂がさ。本当。笑い事じゃないでしょう。突然ここに転属したのはそんな経緯があったのですね。いいじゃん、ここ緩くて楽ちんっぽいし。上官もうるさくなさそうだしね。マーティー管理官ですか。親しみやすいのはいいんですが。私も面倒な任務なんかしないでここでサボってたいな。私は早く本隊任務に戻りたい。そうすれば帝国とだって戦える力があるって証明できるのに。やっぱラビーちゃんって変わってるね。あたしらが頑張ったところで何にも変わんないのに。適当でいいじゃん。私にはやらなきゃいけないことがあるの。それなら。いえ、だからこそ訓練が必要なのでは、ラビー教官。あなた自身まだまだ未熟なのですから。
人に教えることは自分の糧にもなるって言います。そんなに教えたいならタリオンが教えてよ。これで白黒つけよう。私が勝ったらもう指図を受けない。うん、乗った。ちょっとイセリア、そんな勝手なことしてトラブルにでもなったら。タラオが勝ちゃ問題ないっしょ。私は負けない、誰であっても。どうせ問題になったって責任取るのはマーティー管理官だし。わあ、うん、誰か呼んだか。
我が前例の奥義せい。
私の手に。俺でも食らっとけ。俺っと受けてみよ、我が前例の奥義。
マスター。マスターで続けろ。では存知の通り、帝国がクロスベル併合を宣言しました。まさかこれほど早くカルバード共和国を退けるとはな。随分と議事宮殿内も慌ただしかったようですね、キーデス議員。別に慌ててなど、遅かれ早かれこうなることは分かっていた。鍵を握る最重要人物、平民出身にしてエレボニア帝国政府代表、鉄血宰相ギリアス・オズボーン。そして貴族出身でありながらオズボーンと手を組む初代クロスベル総督の座についたルーファス・アルバレ。帝国が本格的に覇権主義を掲げ実行に移し始めたと考えるのが自然かと。西ゼムリア大陸の統一へ向けた第一歩がクロスベル自治州の併合である。ええ、バルザリ議長、次の標的が我らノーザンブリア自治州であっても何ら不思議ではありません。バカバカしい。ですが議員、もし帝国が武力侵攻してきた場合、我が州の主権を認めるアルテリア報告は。我々を切り捨てるとでも言いたいのか。そんな仮定の話など議論にならん。しかし事実、クロスベルはいともたやすく帝国に併合されました。それは突然独立国家を宣言するなどと分相な愚行を犯したせいだ。帝国と共和国の緩衝地という重要拠点でありながらですね。我がノーザンブリアは長きにわたり帝国と良好な関係を築いている。私の頭脳を駆使した冴え渡る交渉術のおかげでな。たかがクロスベルが併合されたくらいで慌てる必要などはないのだ。よほど自信があると見える。帝国に限らずどの国であろうと見境なく媚びを売っているのだろう。ローガン、貴様。他国との外交バランスも課題の一つですが、潮の食い事件以降、貧困は改善どころかむしろ悪化しているかと。確かに外貨獲得を未だ両兵業のみに委ねているのも事実だ。他国との関係が悪化すればノーザンブリアはたやすく崩壊するでしょう。何をバカな。
帝国から見ればノーザンブリアは火種を抱え、いつ爆発するとも知れぬ火薬庫のようなもの。さらにミラさえ積まれれば敵国、すなわち共和国側へも寝返る。そんな国を放置しておくはずがない。両兵不正が知った口を聞くな。政府の意向に従いミラを稼げばよい。それがお前たち北の両兵の本分だろう。お前たち能天気な政治家と一部の特権階級のためにか。その結果、苦しむのは戦場で戦う兵士、そして民衆たちだ。今手を打たなければ、ノーザンブリアは再び戦乱の炎に包まれる。誰が革命後のノーザンブリアを支えてきたと思っている。それにローガン、議会の承認なく民衆にクロスベル併合を伝えた事実は見過ごせないわ。聞くところによれば英雄は死んだなどという発言があったらしいな。マスターに対する侮辱も甚だしい。事実を述べたまで。まだ言うか。確かにこの国の英雄は死んだ。議長、クラーク以外はな。だからこそ革命の英雄、唯一の生き残り、我らノーザンブリア自治州の象徴、マスター・グラークを中心にまとまらなければならん。その考えこそこの国が変わらず停滞し続ける原因だ。これ以上ジジイどもに任せておくつもりはない。帝国への先制攻撃を提言する。